おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3246です。はい、今回紹介するのはですね、前回最後までね言ったと思いますけど、今回 SH フィギュアズやっていきたいと思います。で、このシリーズっていうかね、この作品に関しましてはね、フィグマと SH フィギュアズね、両方で展開されておりましてね、まあだんだんね数が揃ってきたみたいなね、そんな感じのやつをやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、 SH フィギュアーズの魂ウェブ商店受注生産品、ウマ娘プリティダービーよりタマモクロスですね、こちらをやっていきたいと思います。で、 SH フィギュアーズのウマ娘って前回やったやつはオグリキャップですけど、それも同じくね受注生産品でしたということで、今後ねどういう展開になるかはねわからないですけどね、まあとりあえず受注生産がね2つ続いているという感じになっておりますので、ちょっと入手難易度はね高いみたいなね、そんな感じかなと思います。一応輸送箱はこんな感じになっておりますよと。で、まあ裏を見るとねこんな感じでね、伝票がベタッと貼られておりますけど、ここのところに SH フィギュアーズウマ娘プリティダービータマモクロスとなっておりますよと。はい、もう少しこうね伝票がちょっと下がってくれるとね見えたんですけどね、まあ一応こんな感じの箱となってましたと。で、まあ上とか下はこんな感じのいつもの輸送箱でしたということで、早速開けていきましょう。ここですね、テープは切ってありますんで、ここから開けていきます。ではレッツオープン。はい、輸送箱から出したのがこの形となります。 SH フィギュアーズウマ娘プリティダービータマモクロスとなっております。で、まあパッケージはこのような感じになっておりまして、番号は06と。なので一般販売のやつ、それと前回のねオグリキャップからね続いている番号になっておりますよと。はい、で、まあこんな感じになっておりまして、中身ですね、まあ、表情パーツがね本体があって、このねエフェクトパーツっぽいものが入っておりますよと。はい、で、まあ横を見るとこういう感じ、裏がこうですよと。で、反対側、上と下となっておりますよと。はい、ではね早速ねこちらからね開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。タマモクロス本体と表情パーツ、手首パーツね、でエフェクトパーツと何かしらのパーツと尻尾かなと。で、裏のところですね、ここのところにベースが入ってきております。で、支柱がですねどっかに入ってると思うんですけどね、今のところちょっと確認できないかな、一緒に入ってるかなと思いますけど、まあ内容物としてはこんな感じ。それ以外に説明書がありますんで、早速ですねこちらねケースから出してパーツ意識ざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。こちら魂ステージですねと支柱ですよ、公開の手首パーツ、表情パーツ、尻尾、こちら装飾品ですね。で、エフェクトパーツ、そして玉袋と本体というふうに用意してありますと。で、説明書がねこういうふうにねありまして、 SH フィギュアーズウマ娘プリティダービー玉もクロスとなっておりますと。まずは表情パーツですね、まあ元々ついたやつ前髪外してこいつを取って付属のやつに変えましょう。尻尾は腰につけます。髪の毛パーツは跳ね上げることができますよ。手首パーツはこんな感じでついてきております。干渉源ですね、まあ擦れる部分、首前とかね肩前とか足ですね、この部分は気をつけましょう。で、リボンですね、左右で形状が違うみたいなね、ここの部分を利用してまあこういうふうにブスッと差し上げれば完成と。で、裏面はね台座の付け方ですね。で、エフェクトパーツに関しましては、台座はねありますけど、そこに対してねしっかりとねブスッと差し込んで固定するっていうよりも、まあ端っこに乗せるみたいなね、そういうイメージなのかなと思っておりますよと。はい、一応こんな感じで、ね、説明書になっておりましたということで、早速ですね可動範囲とかね見ていきたいと思いますけど、こちらねリボンとかね尻尾とかなしの状態で、まず本体ですね、そちらをチェックしていきたいと思いますよと。で、よっこらせいと、タマモクロス本体見ていきましょう。とりあえず正面がこうですね。で、横ですよ、後ろ、反対側、そして上となっておりますと。今までのウマ娘プリティダービーシリーズ、そちらに比べてね非常に小さい感じになっておりますよと。はい、では早速見ていきましょうかと。まずは髪の毛パーツ、後ろ髪ですね、ここのところ跳ね上げることができますよと。一応ちょっと動いてる風ですけどね、ここのところはまってる部分で軽く動いてるだけなので、この状態での左右の振りとかねひねりっていうのは効きませんよと。で、髪の毛パーツは後ろですね、ここの部分とかちょっとね軟質素材にはなってるんですけどね、ちょっと張り出してるんでね、これがちょっと干渉源になるかなっていうね感じですね。一応左右に動かすことができます。上はこんな感じ、下ですよと。で、まあ表情パーツ外せばジョイントがわかると思いますけど、ここですね、ただ単にダブルボールではなく、ここにねジョイントがはまってきておりますね。で、首元の可動もねありそうな感じなので、まあある程度ね可動域は広いという感じかな。
ただまあ後ろ髪ですね、ここ以外のここの2箇所、これがねどうしても当たる感じがするんでね、この部分は十分気をつけて動かしてあげないと、あっという間にね本体の方にね色移りとか傷つく可能性がありますので気をつけましょう。で耳に関しましてはボールですね、このところでポチッと止まってるだけですね、この部分で多少稼働させることができますよと。まあここちょっと気持ち弱い感じがしますけどね、一応こんな感じでしたと。腕に関しましてはね水平はこんな感じ、まあ、根元のジョイントですね、ここのところで稼働させることができます、ロールは効きますよと。でここにですね分割線が入ってるっぽいんですけど、多分ここでのひねり、あ効きますね、なので二の腕のロールはがっちり入ってるって感じですね。ここはね非常にいいですね、ここはね動かないパターンだと思ってましたけどね、ここちゃんと動いてくれると。ただ最初のうちちょっと固着してる可能性がありますんでね、十分気をつけて動かしてあげましょう。肘に関しましてはここはですね90度にちょい曲がる程度かなっていう感じです。で手首パーツはジョイント式ですね、ここのところでまあはまっておりましたけど、今簡単にペロッと取れたんでね、ちょっと保持力としては弱い感じかなと思いますけど、まあ左右共通という感じと。でボディに関しましては胸部ですね、ここのところで動かすことができて、腰も動かすことができると。この部分は軟質素材でしたと。で足に関しましては股関節部分ですね、非常に分かりづらいですけど、ここのところにジョイントがですね入っておりまして、通常の、ね、T 字の、ね、ジョイントではなく、こういうような、ね、可動のジョイントが入ってきておりますよと。でここのジョイント下までねがっつり下げることによって足の可動域を、ね、思いっきり向上させることができますが、ここの、ね、ジョイントのところにかぶるような感じで腰パーツが入ってるわけではないので、このパーツって、ね、フリーなんですね。なのでこちらのパーツフリーなのはいいんですけど、先ほども、ね、言った通りこの部分ね下げると、ね、可動域向上するんですけど、こんな感じでねベロッと下がっちゃってね、めちゃめちゃ変な隙間ができてしまうので、ここの部分の可動をねちょっと気をつけておいた方がいいかと思いますね。まあできることならこちらの腰ジョイントというかね、こちらの腰パーツ、これはもう腹部とねくっついてしまってて、足じゃね思いっきり下げられるみたいな構造の方が良かったような感じがしますね。一応この部分ね逆に常に上に上げていくようなねイメージにしておかないとね、この腹部の隙間の方がね目立ってしまってしょうがないんでね、この部分はちょっと気になるかな。後ろの部分も若干こういう風にね、まあちょっと分かりづらいと思いますけどね、ここのところ隙間ができたりとかしてるんでね、この部分はちょっと注意かな。もしかしたら個体差でここがね外れてる可能性もなきにしもですけど、まあ一応ね可動としてはこんな感じ。一応股関節ですね、接続点のところでちょっとグリグリ動かすことができます。前後とかね左右の可動は先ほどもね言った通り引き出すことによって向上させることができますけど、変な隙間ができるんで気をつけましょう。膝に関しましてはこうね曲げることができます。足首はここですね、この分割線があるっぽく見えますよね、ここでのスイングは特になし、ジョイントでのひねりですね。でつま先の可動と蹄鉄もねしっかりと造形されているという感じになっておりました。はい、まあ後ろ髪ですね、ここのところがとりあえずここですねちょろんと出てる、こいつがねちょっと干渉源になりそうな部分はありますが、髪の毛自体の跳ね上げはできるんで、まあとりあえず良しかなと。ただ腰回りですね、ここの部分がまあ股関節部分をね大きく動かしてしまうと、こちらの腰パーツがね全体的にガツッと下がってしまって、腹部とのね隙間がめちゃくちゃ出てしまうので、その部分はちょっと気になる感じだと思います。はい、まあそれ以外のね造形に関しましては悪くないと思います。はい、とりあえず基本的な可動範囲はこの足ではね、付属品つけていこうかなと。で尻尾をつけますが、後ろ髪ですね、これ跳ね上げて、ここの隙間ですね、先ほど言ったね接続されてないんじゃないかっていうポジションですね、この部分に対してこいつを入れると。まあこいつですね、本体ジョイント尻尾ではなく、このねボールをただプチッと入れてるだけなので、この状態でねこういう跳ね上げとかねひねりとかは効かない感じになりますよと。でこれね頑張ってここにプチッと入れるだけなんですけどね、非常にやりづらいと思いますので、まあねこういう風に動かしたりとかして隙間を作りつつサポートしてね奥までここにブスッと刺しましょうと。一応入れるとこんな感じになっておりますよと。はい、これでね尻尾がついたと。であとはリボンですね、リボンパーツこういう風についてきておりまして、このリボンパーツねこう見ると同じ感じなんですけどね、根元の部分の造形が違いますんで、間違ってね同じものが2個入ってないかっていうのをちゃんと確認しておきましょうと。で向きとしてはこう見ましてね、ここのところの造形がねしっかりとされてるやつこう見てね、裏側にねピンがありますけど、この形で見ましてね、この造形があって、このカーブですね、これが左、特にね根元とかにね LR の刻印がねないので、まあ形状でね把握する必要性はありますけど、こちらね用意できましたら頭部パーツの横こうですね、ここのところにブチッと入れるだけと。
で、こちらブチッと入れるのはいいですけど、変な位置をね、持つとね、あっという間に折れると思います。これ自体はね、ちょっと薄いんでね、この辺とかを持ってね、やるとパキッといくんでね、気をつけながら、しっかりとね、この部分を押し込んであげましょう。で、これ、硬いからといってね、無理やりやるとね、簡単に折れると思いますんで、一旦ね、頭っていうかね、ここの部分ね、温めてあげた方がいいと思いますけど、つけるとこんな感じ。まあ、先ほどとね、またちょっと違う感じになってね、いいですね。はい。で、台座への組み付けに関しましてはね、特に背中に穴があるわけではありませんので、とりあえずは、ここのところに対してね、フックをつけましょうよと。で、支柱をね、ブスッと差し込んであげると。で、支柱に関しましてはね、まあ一応こんな感じで、ちょっと短いタイプかな、がついてきておりますので、とりあえず今回のね、タモムクロスに対応したやつだと思います。で、腰をね、ぐっと挟み込んであげて、支柱のね、角度調整をしてあげると、立たせることができると。まあ、自立自体はね、そこまで難しいことはないんですけどね、当然ながらね、台座を使った方が安定感バッチリなんでね、一応こんな感じでね、しっかりと立たせることができるようになっておりますよと。はい。まあ、基本的なカードファイルとかね、関しましてはね、こんな感じでございましたということで、次にね、表情パーツ見ていきたいと思います。表情パーツはね、今ついてるやつ以外に4つついてきておりますよと。こちらと、こちらと、こちらと、こちらというふうに4つありますよと。で、もともとついてるやつが正面目線、目閉じの笑顔、やれやれって感じ、キリッとした感じかな。で、こいつと。これだけね、右目線ですね。これも正面だったらね、全部ね、非常に扱いやすかったんですけどね。一個だけね、右目線なんでポーズ限定になってしまいますけど、一応こんな感じ。まあ、走ってる時はね、そちらをね、再現するんだったらこれでいいと思います。まあ、これにちょっと変えようかなと。で、変え方に関しましては、前髪を外すと、まあ、先ほどね、やったやつですね。前髪外して表情パーツを取って、選択したやつをつけてあげて、で、前髪を戻すという感じでつけてあげればね、こんな感じで、ね、表情パーツの交換ができると。まあ、表情パーツの交換自体はね、従来と同じ感じなんでね、まあ問題はないと思いますけど、ちょっとやった感じ、硬かったんでね、気をつけてやらないと、リボンパーツね、折ったりする危険性がありますんでね、十分気をつけましょう。はい。で、あと手首パーツね、こんな感じについてきておりまして、まあ、ピースっていうね、V サインとグーパーツと平手。で、こちらのね、平手と違うやつがついてきておりますよと。で、とりあえず手首パーツに関しましては、まあ、いつも通りね、プツッと外して、プツッとつけるだけっていう感じになっているんで、まあ、問題ないという感じ。気をつけなきゃいけないのは、これ自体は専用ポジションにね、はまってるんでね、問題ないですけど、もともとついてる手首パーツがですね、もしかしたら両方とも右だったりとかね、左だったりする可能性がありますんでね、これはちょっと気をつけておかないと、不良品になりますんでね、そこの確認をした方がいいと思います。はい。で、あとはエフェクトパーツですね。こちらのパーツですね。これがありまして、まあ、これ自体はタータンにトンっておいておしまいと。まあ、裏側にね、特に刻印とかがありませんのでね、こっちが右左っていうのはね、置いて判断っていう感じになりますけど、まあ、向きとしてはこういう感じいいと思います。で、まあ、一緒に乗せるとこんな感じ。まあ、立ってるだけなんでね、走ってるポーズじゃないんで、ちょっと違和感はあると思いますけど、こういうような感じでね、エフェクトパーツがね、ありましたと。まあ、これはですね、以前も言ったことではありますけど、できることならね、こちらのね、裏側のところに軸が生えてて、こちらのね、台座の方に、穴があるんでね、そのところにしっかりとブスッと刺すことができるっていう構造だった方が安定感は出るのかなと。というのも、こういう風にね、乗っけた状態で、ちょっとね、動かそうとしてね、触った時にコロリンと行くんでね、この部分の固定によるね、安定感はちょっと欲しかったと思いますよね。まあ、全体的な、ね、造形に関しましてはね、まあ悪くはないと思います。ただ実際ちょっと触ってみたところ、股関節部分ですね、そこの部分が今のところめちゃくちゃ硬いと。それの影響で、最初のうち下がってるんですよね。で、それが影響してね、腰周りのね、パーツがドスンと下がって、腹部のところね、隙間が大きく出てしまっているので、まあそこで非常に見た目があまりよろしくないと。あと、後ろ髪もですね、とりあえず大きい部分はね、跳ね上げることができますけど、その両サイドにあるパーツですね。そこの部分が、まあ、そのままダランと下がってる関係で、本体に接触してしまうと。それの影響で、擦れとかのね、可能性が出てくるんで、できることならそこの部分をね、横に逃がす構造がね、あった方が良かったような気がしますね、と。で、あと、リボンパーツも、刺さってる部分はね、とりあえず、ボールでね、プチッとはまってるんで、ある程度逃がすことができますけど、それ以上逃げないんでね、下手すると折れちゃう可能性があるんでね、ここの部分ももうちょっとね、可動域広い構造だった方が良かったような、ね、感じがしますけどね。まあ全体的なね、造形とある程度の可動範囲はね、いいと思いますんでね、このシリーズ集めている方はね、ぜひともチェックしていただきたいと思います。
とりあえず SH フィギュアーズの方は今のところね、動画の撮影時期では最新のねアナウンスはありませんが、フィゴの方ではね次のやつがね発表されておりますんでね、どしどし出てくるみたいなんでね、今後もねチェックしていきたいと思います。はい、ということで今回ですね、 SH フィギュアーズの馬娘プリティダービー卵クロス、こちらねカード範囲とかね表情パーツの交換というねギミック関係やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回は以前もね紹介したことがありますアークテックっていうね海外メーカーですね、そちらからですねテレビアニメはね公開されておりまして、あとはゲームですねの方で展開されておりますアークナイツですね、そちらのシリーズの中からね1体新しいやつが出たということで、そちらをねやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。